るってことですよね。あれ？ここでもないみたいですね。こっち、あ、あれ？あの風船？こんな大きい風船。こちらにいらっしゃるのがピエールさんといって、この風船を作ってる会社の方なんですけども。すごい！この風船、ただの風船じゃなくて、ちょっと変わった別の使い方のある風船なんです。そこで問題です。この風船、一体何に使うためのものなんでしょうか？早押し、スタート。早押し。何でしょう？ヒント！実はこの風船、パーティーや映画の撮影とか工事現場で役に立つものなんだそうです。そしてこの風船の紐をずっとずっと辿っていくと、はい、社長、はい、松村、まっちゃん、落ち着いてね。工事現場がちょっとわからないんですけど、はい、照明みたいな傘、あれはね、照明にもなったりするんですけど、うん、風船が照明、うん、照明、あ、いいよ、はい、2番さんの入れ替わります。それでは正解です。3、2、1。おお、すごい明るい、綺麗、すごい。真っ暗だったのが今これつけたら昼間みたいですね。というわけで正解は空中に浮かべるライトだったんです。下に下げるとほら、すっごい明るいですね。あったかいし、これいいですよ。これすごい明るい、眩しい。これ映画に使うっていうのも納得できますね。この風船ライトはイギリスの会社が発明した画期的な新製品。映画の野外撮影や夜間の工事現場、さらにはパーティーやイベント会場で大人気。直径2メートル、重さ 1.5キログラム、 4キロワットの明るさで、エアースター1セットのお値段は36万円。光源となる電球を入れ、ヘリウムガスを5分ほど注入すると浮かび上がります。すごい音ですね。どんどん膨らんでいきます。丸くなってきましたよ。ゆみちゃん、オンステージ。汽車を待つ君の横で、僕は時計を気にしてる。正面になっちゃう。そのアドチミシが持って帰ってきた風船がこれです。こちらにあります、ね、それではちょっと暗く落としてください、ね、どんな感じになるのか見てみましょう、ね、それでは、うん、風船に点灯。あら、いいじゃん。いいですね。あら、いいね。ね、ゆみちゃんってワンコーラス歌ったじゃない。ワンコーラス歌えたなら私もワンコーラス歌わせて。ごめんごめん。そうね、今度いつかそういう機会を作りますよ。じゃあ、まぶしおさん、日帰りで海外旅行行きます？夫がうんって言わない。うちの中でこう光調整できたらいいですよね、うん、できますよ、そうですよね。でしょうね。でも広いお宅じゃないとダメですね。これでちょうどいっぱいのうちじゃ。